2012年東京都知事選挙は2012年12月16日に執行された東京都知事選挙である。前職の石原慎太郎から後継指名された前東京都副知事の井瀬直樹が圧倒的多数の得票数で当選を果たした。第二次世界大戦後、東京都知事が民選による選出という形式を取るようになって、以降、 1947年から2011年まで統一地方選挙に内包する形で執行されてきたが、第14代第17代知事を務めた石原慎太郎が第46回衆議院議員総選挙へ出馬するために任期途中で辞職したことにより、初めて統一地方選挙から離脱する形での選挙執行となった。9名届出順。 各候補の得票率、投票率は62.60%で、前回2011年の57.80%を、やや上回った。当日の有権者数は1061万9652人で、投票総数は644万7744票となった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、 教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。前知事の石原から後継指名された猪野瀬は石原都政の継承を訴えや公明党、日本維新の会など支援を受けて優位に立ち、 無党派層の票もまとめて他の候補を寄せ付けない圧勝となった。さらに猪瀬が得た433万8936票は個人として日本の選挙史上最多得票記録となった。対抗の宇都宮は脱原発を掲げる市民団体から支援を受けたのをはじめ、日本共産党、社会民主党、日本未来の党などの支援を受けて立候補した。 都知事選としては1983年都知事選の松岡秀夫以来29年ぶりの強者共闘であった。脱原発などを訴えたが、大きな争点にはならず、得票数2位で法定得票にも届かなかった。松沢は神奈川県知事時代の実績を強調し、新銀行東京の生産などを訴えたが、東京での知名度不足が響き得票数3位、止まりであった。 その後、猪瀬は、上記の通り史上最多の得票数で圧勝したものの、この選挙の直前に、医療法人、特集会グループから5000万円を受領していた、特集会事件が発覚したため当選からわずか1年後の2013年12月24日を、もって、辞職に追い込まれた。現職の東京都知事が不祥事によって、任期途中で辞職したのは、これが、史上初である。このため、 2014年2月9日付で早くも次の都知事選挙が行われるがこれによって当選した舛添ゾ洋一も2016年6月に辞職を発表したため2011年から5年の間に東京都知事選挙が4回も行われることになるという、れ、ありがとうございます。